よろしくお願いします。いらっしゃい、今沢です。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも、分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さて今回ですね、相手の方はなかなか変わった戦型をしてきてるんですけど、なんかこういうのはね、多分角道を開けるとなんか嫌な感じがするんですよね。でもう一個は、まあ、桂馬ジャンプさせないよって言って4六歩か、先手番の符号で言うと4六歩を突くと、そこが争点になるのかなとか思いつつ、まあでもそう、ついてみたいな、ついてみましょうか。あとは桂頭攻めたいんで3六歩とかもやりたいし、そうそう、四間飛車にしてくるよね、なんかそんな気がしたわ。で銀上がってって、でついてくるんでしょうけど、ついてきて飛車回って取り込まれた時に同銀、まあ問題ないとは思うんだけど、ここの歩ついてみるか。これ桂頭行くぞみたいな手なんですけど、3五歩いきなり行くのはちょっと嫌なんで、一回囲っときましょうか。で、こっち行っといて、やっぱりしっかり囲うのはね、大事ですよね。なんていうのかな。やっぱ一番大事なのは王様の首なんで、それをしっかり守れるようにしとかんとあかんよね、という感じなんですが、これ3五歩行くと何が起こるの、これ。3五歩同歩、3八飛車、4五歩、同歩、同飛車？同銀？まあ、あなた威力なんで強い戦いできないでしょって言って仕掛けてきますか？どうすんこれ。まあ、取るか、銀とか、金とか、引、なんか上がっ、その、系統を守るために上がってくるかなと思ったら、まあ、取ってきたんで、これは寄っといて、まあ、取って、強い戦いができるんですかと俺は問いたい。威力なんでね。同銀、同桂、同飛車？同飛車とね、同桂は4六歩かな。同銀の時にどうしようかって考えたんやけど、3五飛車はね、ちょっとぬるそうな感じもするんだよね。まあ、でも3五飛車、4六歩、3八銀引き。で、まあ、その後があるんですかっていう話だから。まあ、次俺は桂頭狙ってるんで、桂頭のカバーをどうやってするのっていう話になるよね。まあ、4五銀がいるからセーフなの？本当？いや、歩打たれたらまずいよね。だからもう一回打ってこないかんはずなんだけど、はあ、それは同銀、同銀の時に4五銀とぶつけてこようってことなんだろうね。で、それは、なんかちょっと尺なんで、俺も3五銀ってすれ違ってどうなの？ 4 六銀、4五銀、3五銀。まあ、普通は取るよね。取って。で、ここで、すれ違うか取るかなんだけど、すれ違って系統行ってもいいよね。すれ違う。まあ銀に紐がついてるから。まあでも先に5段目出られてるからきついんかな。どうなんでしょうね。
3五銀、4六銀、3四歩、4七銀なるが先手でしょ？ 4 七銀なるがあるから、すれ違うのはきついのか。となると4五銀、まあシンプルに4五銀。4五銀同桂ですか同飛車ですか。同飛車なら、割り銀があるのが気になるんだよね、一応ね。同桂の時は多分大丈夫なんだよ。同桂は何にも当たってないから、3五飛車って走った時に、あなたどうするのって言いたくなるし、まあ同飛車なんだろうね。となると、一回、まあ割り銀は許すとして、5六銀って打つとか、かな？まあまあまあ取って、で同飛車に対して、あ同桂なんだ、へえ。まあそれは俺もなんか飛車走って、なんか割り銀も消えたし、歩も得できたし、なんか言うことないけどね。飛車が動いたら金が取れるよ。まあ3五かな。まあ普通はこうじゃない。これどうすんの？まさかと思うけど、4六銀とか打ってこんよね。4六銀、3六飛車？で、一応5八の金には紐がついてるって考えたら、なんか銀成りとか桂成りとかされても大丈夫って話だろ。やってくるよねやってくるよね。なんかそんな気がしたわ。これどうすんだろうね。一回例えば4三歩って打ってみたいんだよね。4三歩って飛車が取らんかったら桂馬取れるから多分取るんだろうね。同飛車なら金が取れるんよね。同金なら桂馬取れるんよね。4三歩かなやっぱね。でもし俺の飛車取ってくるんだったら俺も飛車さばいといて、いやあなたの方が薄いでしょって言っといて、どうか叩いて、まあ硬い方はさばけってね、俺はよく言ってるやつで、まあ飛車交換なるんだったらきっとこっちの方が有利のはず。これしびれてない？まあだよね、そうなるよね。で同金、同玉、同玉、そうですか。まあ角もさばいちゃう手もあるしね。歩が2枚か。一回3三歩とか叩く手もあるんかな。3三歩同角なら3四銀って打った手が桂取りに当たるよっていう。でもし同玉なら4一飛車って打ったら桂と金の両取りでしょ。同玉はなさそうだね。かといって金が避けるのはちょっと、4三逃げたら飛車打ちで王手、飛車と王手角取りでしょ。下に逃げるんか。歩打って下に逃げて4三銀って打たれて、いやそれは辛いよね。だからまあなんか叩きそう。同金の時に、まあ、金が上ずってるから、あれか、2一飛車が、角と金の両取りか。同角の時は、まあ、あれか、3四銀打てば、角と桂の両取りでしょ？ 5 五角、どこまで決めるかやな。まあ、でもなんか一回ここかな。なんかそんな気がする。取り方次第なんだけど、7六歩って続いて角道こっちの通すっていう手もありえるし、まあ歩といてどうないですかっていう感じかな。取り方が多分難しいと思うんだけど、そうなんだ。まあそれはここに打っといて、
5五角は気になるんだけど、3三歩入れるかどうか問題な、まあ最後の一歩なんでね。まあ角、例えば5五飛び入れて香車取ってくれれば5五角1九角成みたいな感じで香車を取ってくれるんだったら、あの1一の香車と金が浮いてるんで、どうすんだろうねこれ。へえ、あーなるほどね。これは5三に桂なりたいですと言ってるんだな。じゃあ俺もまあ角取るのもいいし桂馬取るのもあるんかなとか思ってるんですけど、普通は角取るんだろうけどね。どっちが欲しいかって言われたら角なんだけど、でも多分きっと桂の方が、ここの場合は価値が高いのかな。攻防手っぽいもんね。角も欲しいんだけどね。どっちがいいんだろう。普通は角なんだろうけど。こっちかな。わからん。まあ時間もなくなってきたんでちょっと、まあ決めなきゃいけないって感じですね。まあ桂馬取られても別になんちゅうことはないやろ。まあ桂の交換したって感じなんで、銀で角取るとね、なんか銀桂と角の交換になりそうで、まあまあなね、ちょっと難しかったんですよね。これはどうするものか。いきなり桂打つとな。まあやっぱり銀使っていくんじゃない。まあ5五角か4四角かみたいなのが見えるんだけど、それはね一回寄っとけば大丈夫。まあやりたくはなるんだけど、まあ瞬間大丈夫ですね。まあここまで来るとさすがに角取ろうかってなるわな。まあ角もらっといて、同金、まあ王手するのは筋悪だから、まあここかな。金と香の両取りにしといてどうするんかな。3一歩、例えば5八銀って打たれて、それ詰めろですかって言われたら詰めろではないよね。取って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 金金か、取って、大丈夫やね。まあ角とりあえず角道開けたいな。7六歩はついときたいな。角道を開けながら玉が7七って逃げていくルートができるからね。7六歩は突きたいな。7六歩突いた時に、なんか詰むのかなって言われたら詰みがなさそうかな。まあまあ、突いといて。
強車も欲しいし、まあそれは強車拾っとくか、なんか攻防手っぽくなんかしとくべきなんだろうな。なんかいい手ありそうなんだけど、角を端から使うでもなんか魅力的に見えそうだね。なんか絶妙な感じになってるからな。香車拾っとくべきか、わからん。5-3地点狙っていく方がいいのかもね。強者、5-6強者と9-7で金が上がってきて桂も足せるから、タレ強タレ強、どうなんだろう。まあ一回王手しときますか。でこれでどうやって守ってくるのと、歩上がるんですか、それとも金が下がるんですかと。まあそしたら香車打てるよね。あの金は動けないからね。まあ取って同歩なら銀が、まあそうだね、そうなるよね。で、桂打ちは筋割るか。金打っとくか。銀取りプラス、3-3角がいいのかな。まあ銀がいなくなれば、角が飛び出せるんで、それでどうなのか。ブッチは大丈夫。角飛び出しよりこっちの方がいいのかな。あ、それ取って取れないでしょ。取って取ったらなんか詰みそうなんだけど、おわお、取って銀打って取って角打っとこう。これが詰めろかなと、タイル封鎖しといて、まあ取って金銀でしょ、さすがに詰まんよね。ん、それ詰めろじゃないぞ。銀打って下は金で詰み、そこは飛車打って、はい、ありました。はい、いかがでしたか。今回ね、謎の四間飛車との戦いになりました。やっぱ硬い方がね、勝ちやすいのかなと思います。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。